Hazard 6. はい、こんにちは、ブルーフォースです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談乗っていきましょうね。早速なんですけれども、わあ、こくねずときましたね。いきなりこいつか。まあまあまあ、ちょっと待って、いきなり、あ、熱烈な歓迎、熱烈。あはん。なんて、多分無理そう。多分無理だな、これな。ああ、早速終わらない。逃げる。こいつ倒すべきなのか？まあ、よし。OK、うまい。安い。早い。牛丼。よっしゃ。ああ、なんとかね、前回ね、逃げ切って、たんだけど、ここね、いつもね、なんて言うんだろう、迷路みたいで、で、弟とよく一緒にプレイすることがあるんですけど、そこ、弟に任せっきりなんで、もうさっぱり私はわからないっていうね、もうほぼ初見プレイくらいに思ってやった方がいいかなっていう気がするんですよね、いいケツ。まあいいや。まあちょっとね、ぼちぼち進めていきましょうかね。なんかさ、1日前か2日前だったかな、になんかちょっとメールが届いてて、で、なんか、新婚旅行の時に、成田空港で、なんかちょっとキャッチに捕まって、で、なんかグランドヒルトン、なんかまあヒルトン系列のホテルのなんか、その、アンケート答えたんですよ。当たったらハワイプレゼントみたいな。で、なんかそれの、なんかメールが届いてて、で、何かなと思ってパッて開いたら、なんか説明会に参加したら、ハワイ3泊泊まれますよみたいな、すっげえ魅力的なやつがあって、ね、うわ、俺これ釣られるわ、とか思いながら、言ってたんですけど、まあ、そんな感じで、で、なんだろう。実際にその、アンケートじゃない、説明会に参加したら、なんかもらえる条件みたいなのがあって、ヒルトン系列のなんか1万5000円分の食事券と、今回は本当にダメそう。だって、本体どこよ？本体どこ？もうすげえ歩いてきてるけど。大丈夫これ。あ、いた、本体。ほら。あ、あとちょっとだったのに。早速こんな感じですね。まあいいや。じゃあ続き。めげない。くじけない。負けない。そう。で、1万5000ポイントの分、あ、1万5000分の食事か、なんか2万ポイントもらえるか、なんかハワイ3日間、まあ、オアフとか、ワイキキ、ホノルルの、まあ、いずれか、あ、オアフはオアフとか、ワイキキかホノルルかみたいなの、なんか好きなところに、まあ好きというか指定されたホテルに泊まれますせみたいなのがあって、え、ハワイ3泊も泊まれるんだったら2万ポイントとか、2万ポイントとか1万5000の食事でもよくねと思って、まあいろいろとなんか条件見てたら、まあなんか結構厳しくはないか、なんかね、年収750万、かっこ、夫婦合算かだったんで、まあそこは余裕で超えてるなと思って、で、あと何だったっけ、あ、そうそう。もし万が一、その、これ、現役世代だったらっていう話で、なんか、なんだっけ、あ、そうそう。もし、引退されてたとしたら、持ち家が あれば OK みたいな、そんな感じです。感じでしたね。うん。で、あとは、なんだっけ、あ、そうそう、90分間の説明会に全部参加できる方、みたいな、なんかそういう条件とか、なんかいろいろあって、まあ一応全部満たしてるなと思ったんですけど、平日の、に90分取らなきゃいけないっていうの挫折。しかもね、なんか多分ね、ものすごい勧誘を受けるなと思ったからね、あれだったんですけど、まあもしね、興味ある方、確か5月の31日までに、申し込みをして、受けたらいけるみたいなことが言われてたんで、まあぜひね、興味ある方はそこでご参加いただけたらいいんじゃないですかね。痛い、気持ち悪い。うん。ご参加するのがまたか。こいつ削るのが早いんだよね。インセクター歯が。いけた？よし、オッケー。よっしゃ、じゃあ次行こう。まあなんかね、何でもかんでも甘い話に騙されたらダメなんですよね。僕もかつてね、ネットワークビジネスにやられたこともありますからね。まあこれ直接名前言ったら、なんだろうな。アウト。なるのか。まあでもな、実際詐欺じゃないけど、なんかまあそれに近いようなね、まああれだったんでね。
もういいかなと思うんですけどね。まあ一個はね、本当にその商品が魅力的だったから買ってみたら、でもなんか意外と使う機会なかったショックだなみたいなのがあったんで、ちょっとその使うキャパがなかった自分を恨んだっていうのはあるんですけどね。うん、まあでもそういう甘い話とかね、あのビジネス系のねお話とかっていうのは皆さん注意してくださいね。あのだいたいなんて言うんだろう、そういう、ちょっと待ってよ、着地したらいるとか聞いてませんよ、あずるい、俺も参加したい、違う、これまずいぞ、はい、逃げる、せっかく、ま、体力満タンで行ったのにさ、これまた繰り返しいるのかよ、逃げる、さすがに水の中までは来れないよね。うん、そうそう、でまあそれはいいとして、そう、あのだいたいね、うまい話とかいい話とかっていうのはもう金持ちに集まるんすよ。なんでかって、お金を落としてくれるから優先的に情報を流すの誰っていうことを考えたら、それはお金持ちだよねっていう話があるんですよね。まあ、で一般的なその収入しかないような人たちなんかに来るのは、もうすでに食い散らかされた後か、もしくはあの騙すために用意された案件くらいしかないんで、まあ、そこはねぜひね注意された方がいいのではないかなと思いますね。だからね、僕もあの本当の金持ちの人たちとか、そこそ年収何億とか持ってるような人と、まあ、あの仲良くさせてもらってるんですけど、まあ、最近はちょっとお会いできてないんですけどね、うん、もうそれこそ一夜にして何百万とかってあのキャバクラに突っ込むような、そうそう、連れてってもらったりとかするような人たちなんかも、そのなんか、ゴルフ会員のなんかチケット100万円をなんか、どこだったっけな、あれはなんか超高級ホテルの屋上のラウンジでなんか説明会があるから行ってきたとか、なんかあの東横インの最上階の一室をなんかその人が仕事するためのフロアにしてしまって、あれフロアとしてなんかもうぶち抜いてあげますよみたいな、そういう話をなんか不動産絡みの話ですよね。で持ちかけたりみたいな、やべ、どこ帰ったらいいのか全然分からへん、うん、っていうのがあったりとか、そういう世界があるんだみたいな、これあれもしかしてまた繰り返し戻ってきてない、あですよね、やばい、本当にどこ行ったらいいのか分かんない、こっち、これ絡まれたら終わる、大丈夫、あれこれまた行ってるよね、これ同じことね歴史は繰り返すみたいな状態になってるけど大丈夫ダメ、本当にちょっと待って、どこ行ったらいいんだろう、どこに戻っていけばいいのか皆さん教えてくださいよ、すごい迫ってきてる、やばい、ちょっと待って、わけわからん、わけわからん、あれそこのパイプ登れないの、パイプを登りる、違う、やっちまった、あ、ちょっと待って、ベイビーが起きそう、こんなことをベラベラ喋りながら、ベイビーちょっと待ってね、あ、ちょっと一旦すいません、ベイビー起きたんで一旦ちょっと一旦退席します。ほい、戻ってきました、すいません、ちょっとカットしました、はい、それでもちょっと空白の何秒かがあったと思うんですけど、これまたあれかな、バー上げなくちゃいけないかも、こいつら相手にしてられない、弾もねえし、あのこの後にね弾がバコバコ必要な状況が生まれてくるんで、うん、ちょっと、お、ラッキー、あったよっしゃ、じゃあ行こう、もう相手に知らないよ、弾、意外とでもハンドガンの弾あるの、ハンドガンの弾あっても銃自体が弱いからな、うん、こっからまた登っていってだよね、オッケー、じゃあまずはまたそのなんかさっきの生体認証っぽいところにまた戻っていきまして、続きやっていくしかないっすよね、いやーにしても大変だ、本当に大変だ、うん、 It's gonna take more than a handprint to operate this. またこのね迷路っていうのが本当ちょっと苦手というかダメというか、いつまでたってもちょっと覚えられないっていうのがあるんですよね、うん、どうしたらいいのかな、
よいしょ、よいしょ、よいしょ。OK。じゃあまたちょっとドボン。あ、ドボンじゃなかった。あ、やばいやばい、もうこいつら嫌い。ほんと、グネスト嫌い。グレ、ほんと見慣れないわね、だよね。OK。で、ここ登って、降りて、下って、叫んで、戻して、上。こっちで。でまだ奴らがいるかと、このパイプ関係なかったみたいなんだよね。意味ないよね、それじゃね。うん、よいしょ。はい、じゃあ続いて、あったあれがあって、あれそこにどうやって行く。ああ、そう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 、もうほんとエイダ姉さん全部僕の心を見透かしているかのような感じで全部言ってくれるよね。うん、とりあえずもう一回ちょっと登って、こっから、あー、臭い臭い、汚い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 、登って登って、上がって、下って、叫びの。このまま泳いでいきます。違うね、さっきは、あれこんなとこ行ったっけ？こっち何もないよね。てか、なんでさ、さっきさ、こっちの右側行ったやん。そこになんでボウガンの矢があったんやっていう話をね、ほんとに。こっち、あれこっちだったっけ？ここじゃなかった気もするけど、まぁ、ちょっととりあえず登ってみるか。ああ、ここで合ってたわ。あ、もう位置情報が全然、あ、そうか、縦になってっからわからないのか。これだって、でもさ、これ今縦になってるわけだよね。縦で電源をピッて引っ張ったってことは、本来はあれ横向きに引っ張るレバーだったってこと？え？あれ向き戻ったこれ。ちょっと待って、どういう、そうだよね。だって普通縦にこんなさ、ドアないよね。漏れてきてるよね。ちょっとよくわかんない。はい。そうだね。そうだ。なんかさ、また皆さん、よければさ、Twitter の DM とかさ、それから、全然 YouTube のコメントとかでもいいんですけど、なんか、日帰りか、もしくは1泊2日くらいで、なんか行って楽しかったっていうところを、まあ、できれば、中部から、中国四国地方くらいまでの範囲の中でちょっと教えてもらえたらな。さすがにちょっと関東、今いる場所から関東とそれから九州の方面まで行くのは結構きついんで、まあ、1泊2日くらいでどっか行って楽しいよっていうところがあったらぜひ教えてほしいなと思うんですけど、なんかどっかあったらぜひコメントくれたら嬉しいです。ようやくね、子供もまあ1歳過ぎて、まあ多少のね、その長時間の移動、この間、そのディズニー行ったって話しましたけど、ディズニー行って、まあ2時間半のね、新幹線旅とかっていうのも、まあ全然、まあぐずらずに、まあ、すやさ、眠ってくれながらね、行ったりとかもしたんで、あれちょっと降りね、あ、降りた。うん。とかもしたんで、まあそういうね、ちょっとした長旅もできるようになってきましたから、まあ車でも、その、移動手段は全然、何でも OK なんで、まあ飛行機までってわかんないですけど、あ、やっぱ横向いてたね。じゃあ、あのレバーって横向きにやるやつなんだね。なるほどな。じゃあ、戻ります。お帰り。ここどこ？あー、戻ってきたね。オッケーオッケー。うん。そう。なかなかいいね、ちょっと旅行先があったらなと思いますね。まあ、普段はよくその、朽木とか、淡路島とか、まあ、それから、四国だったら、仁淀川にね、カヌーしに行ったりとか、まあ、仁淀川ちょっとね、まあ、日帰りで行くには、今、いるとこが遠いんであれなんですけど、まあ、あとは白浜、1泊2日とかいいよね。白浜とか、なんかめっちゃ陰で降りてきてるけど。ほい、ケイ。ほい。ほい。ナラキック、うん、あなたのお名前は？あ、どうも、エイダ・ウォン。あ、痛い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 。ん？これ勝手に答えてくれるんじゃないの？答えてない？あ、なんか V って出てきたの今。ちょっと待って、ちょっと、お川みたいになってるけど、あいつ。あ、出たー。全然答えてくんないや。OK。エイダ・ウォン、これで満足？認証しました。あ、そういう文字が出てくるのね。これさ、これ雑魚的だけだったっけ。はい、おやすみ、うん、数多くの人間、え、何の話ってなるよね。絵だからするとね、全く身に思えばないわみたいな。イドニアって、まあその雪、うわー、これ絶対あいつ変化するやつやん。いやー、ちょっとマジか。まあなんとかなるっしょ。イドニアって
ってどの国をイメージした国になるんかな。中東はありえないよね。だってさ、雪降ってる雪国だもんね、完全にね。これはちょっと一旦逃げた方がよくね。またこれ絡まれたらいい、めんどくさいもんね。面白い質問ね。本当の世界、まあ、できればその仕事をしなくてもいい世界がいいな2月にそのだから娘の誕生日で、まあ、3連休と絡めて有給を2日取ったんですよ。っていうのもあって、なんかね、5連休取った後にさ、なんて言うんだろう、2日だけ働いて5連休になったんですよ。で5日働いてって今やったりとかして、まあね、今日もあの間に 中1日だけ、あの水曜日祝日でしたけど、うん、今土曜日ですけど、あ、土曜日じゃねえや、ん、今日は何曜日だ、あ、もうなんかいつの分の収録撮ってるのか分からなくなっちゃった、うん、まあね、そういうのもあったりとかして、やっぱり週5日働くっておかしいよね。その働くのは働くでも、なんだろうな、苦じゃないというか、なんか好き勝手できるんだったらね、いいけどね。まあでもその好き勝手でね、その誰に何のバリューを与えられるかっていうのが、やっぱり自分の存在意義っていう部分に関わってくるんだな、だろうなってことを考えれば、まあやっぱり日々精進っていうところだよね。何の話ですね。誰がこんな説教臭い話をゲーム見ながらしたいんだっていうね、話だよね。はい、じゃあね、パート1もあの無事に、パート1じゃねえや、チャプター1も無事にね、あのこれでクリアになりますんで、今からちょっとね、脱出を、していきたいと思いますんで、エダ姉さんね、ピピ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 ってやって、はい、いいよね。何、情報、いや、このクソ忙しい時に電話なんかしてくるんじゃねえよって、本当に空気読めし。じゃあ、ちょっと抜けておきます。まあちょっと次回パートは多分確かゾンちゃんとか出てきて、なんか追いかけっことかしたりとか、そんな感じのところだったと思うんですけど、まあそれはいいとして、またね、ちょっとまだ全然ご質問とかも溜まってない状況になるんで、しばらくちょっとフリートークみたいな感じで、したいと思います。その人生相談じゃなくても、フリートークでこんなテーマで喋ってほしいみたいなものとかがあったらね、ぜひどしどしと応募させていただきたいと思いますんで、またご連絡いただけると非常に嬉しいです。ということで、脱出ポットに乗ってエイダさんが今解き放たれた。この時は服脱がないのかな、ぜひ脱ぎ脱ぎしていただきたいんですけれども、なんかどっちかね、宇宙ロケットが発射される瞬間みたいになってるけどね、ちょっと格好卑猥だけど、うん、先端がね、先端が丸い感じのスポン、これ危ないよね、よう生き延びたわほんまに。なんか、まあ、いつもギリギリだよね、人間ってね。はい、ということで、無事にチャプター1をクリアすることができましたので、本パートこの辺りで一旦終了とさせていただきたいと思います。ということでね、また次回パートでお会いできたら嬉しいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。